あとこれね、あのこれこれ飼育のやつ、牧場、そうそう牧場もねすぐ建てました。これ皆さんこんにちは、柚木史郎です。はい、今回もバニッシュやっていきたいと思います。いやー皆さんお気づきでしょうか、こちらちょっとねあの村の様子がね変わってるっていう感じなんですけど、前までやってた街がねどうしようもない感じになってしまって、人がどんどんいなくなってしまってね、積んでしまったんですよ。なのでね今回ちょっと新しくもう一度ね別の町を作ってね、まあそちらでちょっとやっていけたらなという感じでねやっております。はい、ちょっと待って、早速さ食糧難に陥っとるな、大丈夫かな、やばいぞ。ねちょっと人員の方をね食糧系に割り当てとるね、これ完全に割り当てとるね。あでもちょっとずつ食料増えてきてるわ、よかった。危ないよね、薪も全然ないし石もないんだ。4年目の秋でございますいやーやばいな、いろいろやばいな。ちょっと建物もねもうちょっと食料系にこれ割り振った方がええかね。もうちょっとねどこら辺に行こうかな、これちょっとね地形もね結構変わっちゃってね、山岳地帯だったかなっていうところにね今回ね建てさせていただいたんですよね。ちょっとどうしたもんかね、これねこちら辺になんか狩猟系のやつ建ててもいいかもしれないな。ちょろっとな今少ないんだよね我が村はね、結構今家を建てているんですな。こちら薪割りもねちょっとなくてね、薪もゼロだな、木大丈夫かなこれ、やべえぞ大丈夫か、ちょっといろいろ心配になる感じではあるんですがね、ちょっとこっちの方までちょっと広げようか、こういう感じで、うんうん、こっちの中の方にさ家を建てさせていただこうかな、こちらへんに。ねもうちょっとね家も建てたいんだけどね、前回のね村がね衰退してしまった理由の一つにね家を建てなかったがゆえに寿命が来てみんな死んだっていう感じのねいや本当に悲しい感じだったよなあれな、うん、いや本当に悲しいです。もう一軒ぐらいこれ釣り小屋作ってもええかもしれんな、俺もう一軒釣り小屋でなんとかねバランスを取っとるんですな、この冬の間の食料は。で、ここら辺にもねちょっと家を作ろうかなっていう計画もね立ててたりしてますよ。はい、まあなんといってもね資材不足なんでね、慢性的な慢性的な資源不足なんでね、ちょっとこれみんなにいろいろ作業してもらいましょうか。冬の間はまあ建築とかにちょっと重点を置きたかったんだけど、今年はね食糧難なのでねちょっとそういうこともねできずにね過ごしておりますよ。こちらやばいね、食糧の備蓄がわずか200しかないもんな。そうだな、本当は1600ぐらいとかねあったんだけどね、なんか急にパーンって減っちゃったんだよね、うんさてちょっと冬の間はこれで進めようか。うん、薪の備蓄もないな、木がね慢性的に不足しておるんですな。こちらすぐ使っちゃうからね、いろいろ建築命令を出しとるからね、こう鍛冶屋もう一個作ろうかとかさ、これ計画をしとったりね。そうね、石がないからねここも建築できないねもうちょっとだね、でもここもね石があれば、石切り場も一応作ったっちゃ作ったんだけどね、効率が悪いのかな、まあ、4人か5人ぐらいしか働いてないからねあんまり石も取れないのかなっていう感じでねやっておりますよ。こちらで一応ここにもね鉱山を建てる、ちょっと近すぎるかな町から、鉱山もね建てようかなというのでね計画もしておるんですが、ここもね石が足りなくてねあんまりちょっと進んでないという感じだね。そろそろ役所とかも欲しいな、人口が今32人で、まあ、前回やってた村とね同じぐらいの人数になってきたんだよね。
やっぱり家を建てないとね、成人になったとしてもその新しく家庭をね作れないということでね、今回なのでね結構家をね重点的に作ってるんですよ、人口が減らないように。うん、もうそろそろ春来るねこれ。であとこれね、これ飼育のやつ、牧場、そうそう牧場もねすぐ建てました、これ鶏がね。そしたらね結構増えたね鶏も。うん、という感じでね、食料には困らない感じだったんですがね、困っております、非常に困っております、いろいろ困っておるね。もう少しだなこれ、冬からね。あらこれ立ちそうだね、もうすぐで薪割り場。うん、薪もね不足しておるんですがね、木がないんですよ、なんと言うてもこれ、食料の備蓄がわずかと。あ春来たな、ついに春来たよ。あここもうこれちょっと撤収してくれんか、この木を頼む、誰か撤収してくれ、優先的にこれ撤収させようか、すぐねこれ畑を使いたい、頼むよ。でね、まあ、ここら辺はね、まあ、トウモロコシ、トウモロコシとピーマンはね、こう今年はね、今年じゃない今回はね取れるみたいなんでね、ねこれをねとりあえず3人割り振ってたね。この畑が使えないっていうね悲しい感じ。あこっちも使えないじゃん。あ撤収、あやっと使える、トウモロコシ、ちょっと陣を割り振ろう。これもね、どこだ、農民用にもう一個畑作ったね。こっちも撤収してくれんかい、これ優先的に頼みますよ。ちょっと待って、これここ頼む、早く早うね、早う撤収してくれ。慢性的なね食料不足やったでな、これ今年でこれなんとかね、食料不足も解消したいところだね。畑を 1,2,3,4 枚とね。うん、さて早く誰か撤収を頼みますよ。畑が大きいのかね、結構ねパラパラとねまばらにねトウモロコシを作っておりますな。いやー食料がね全然ないな本当に。トウモロコシとこっちピーマンだったかな。うんピーマン、こっちトウモロコシね。うんトウモロコシは比較的早く収穫できるからねありがたいんですな、こちら。そうね、ちょっと人員の方を、割り振り直して、うん食料系重点的にかな。早うねここ倒してくれんか、誰か頼みますよ。これ優先的にやってもらえませんかね、これここをねお願いします。ちょっと見とこうか、これ誰かね来てやってくれんかなっていうので、ね、やってくれたら早くね畑がねもう一面できてね、非常にありがたい感じになるんですがね、誰か作業の方々お願いしますよ。いないんだなこれ作業の方々がね、違うところばっかり行っちゃうねこれ。まあ今年ちょっとね畑3つあるからね、4つあるからね。あここ2人でやってる、ここピーマン、ピーマンはねちょっと遅めだからね、トウモロコシまばらだね、だいぶ成長具合が バラバラだ、まだ来ないねこれ。まあそのうちやってくれるかな、これ早くね撤収してね畑として使いたいんですが、トウモロコシを植えたいんですがね、作業員が3人しかいないからかな。やべ食料ゼロだよ、大丈夫かなこれ。ああ密になった、やべえなこれ、慢性的な本当に食料不足落ちとるで、もうちょっと建築を進めたいんだけどな、すごいなここ木、ここね木こり小屋がねなんか2軒ぐらいあるからね、すごいすごいんだなここ。マジかこれ食料どうしよう、でもね魚小屋が2つあるから本当に取れるはずなんだけどね、結構取れてないんだね。
本当にここ誰も撤収してくれんな、これ悲しいな。トウモロコシ全然ピーマンかな、これ ピーマンだったかな、これ全然やな、これ大丈夫かな、不安だぞ。あ、やっとちょっと木材系のね、これ備蓄が増えてきたね。優先的にこれ壊してって言うたんやがな、俺誰も壊してくれんな。今だったらまだ間に合うんだがな、春だから。ダメかな、ダメやな、これちょっと諦めて別のところ見ようか。うん、なんだろうこの寒そうなマーク、これなんなんだろう、これこれなんだろうね、不思議だね。ねちょっとね、食材系をね取るようにねしたいね。食材ね、ちょっともうちょっと増やそうか。うん、もう一軒ぐらい、これ魚小屋、うん、魚小屋を増やそうかな。魚小屋はね、まああんまり季節関係なくね取れるからね安心ではありますが、こちらね、あ、ここにも行けるじゃん。ここら辺地形よな。ここら辺にちょんとね建てさせていただきましょう。でまあちょっとこれ道路の方もね整備した方がいいかな、どうかな、まあいいかな、とりあえずこれでね、これで行こう、これで行こう。いやー、5年目の春がねこういう感じでね進んでおりますな。いろいろ不足しとるでな、これ気をつけんといかんね。石が全然ないからね、これ本当に。うーん、石な、まあ一応遠くに取ってきてもらうようにね指示とかも出してるんだけど、ここら辺とかね、タンとね取ってもらえるようにね、ここら辺とかね、そんなに出してなかったかな、ちょろっと残っとったね今。こういう自然のね天然の石ころもね回収させていただきましょう。石切り場がね案外ね効率がね良くないから悲しいね、非常に悲しい感じですよ。こちらでつくづここら辺いっぱいあるね、ここら辺とかもすごいね。いいよいいよ、いい感じだね。でつくづもうないかな。うん、ただ木もねチュリチュリっとね取ったりとかね、あ、そうそうそう、取ったりしてね、もう森だねここら辺ね。やっぱあれかな、ここ民家近いからあんまりちょっと効率よく取れない感じかな。こちら辺とかに作った方が良かったかな、どうかな。まあ場所もねちょっとねあんまり広くないからね、やっぱり食べ物系はねこっちかな、こっちの方にちょっとねあの山菜と狩猟系かな、うん、作った方がねいいかなという感じで、一回ちょっとこれ木を倒してもらって、まあ狩猟小屋と山菜小屋とあと木こり小屋はセットで建てた方がね、うん、やはりこれ木のないところにね動物もねあの山菜もできませんから、そういう感じでねあの今回はねなんとかやっていきたいなと思いますよ。こう人がね働いてくれんかい、誰だこれ。6歳か、あ、子供だから働けないな、そうね子供は働けないね。10歳になるとね成人としてねしっかり働けるようになるんだけどね、うん、いやー本当にね全然ね物資がね増えないね、人数は34人で結構増えてんだけどな、困ったもんですなこれ。そうね、もうちょっと大工かな、もう1軒ぐらいこの牧場っつうのも作ってもいいかもしれんな、食料がやはり少ないから。もう一軒ぐらい作ろうか、どこに作ろうかな、場所がないね、場所がね困るなこれ。こちら辺かな、こちら辺も結構ね木がねふさーってなってるからね、木倒さないとね作れないんだなこれ。場所がほんと狭いんだなここな、うん、